戦争のジャラマジャラマ、または、ジャラマは、19世紀末から20世紀初期にかけて、西モンゴル、中国、チベット、インド、ロシアなどで活動した、西部モンゴルの半身独立運動の指導者の一人。カルムイク人とされるがその経歴には、不明な点が多い。アムルサナーの化身、ニセラマ、ダムビジャンツァン、ダムビンラマ、テンペイジャルツェン、パルデン、シレンラマといった。 様々な名前で呼ばれた。また、半身独立運動の功績により、ボグドハーンから沈国公の爵位や独身の四ホトクトという称号を与えられていたこともある。ラマの名の通り、ラマ像を名乗っていたが、実際にラマ像であったのかは不明である。ジャラマの生い立ちには不明な点が多い。イワンマイスキーは、1890年頃、ハルハにジャラマが現れ、 モンゴル独立思想を懸伝したと述べている。また、南モンゴルのドロン能力圏やチベットで仏教を学び協議を極めたと語ったとも言われているが、マイスキーはこれも事実かどうか不明であるとしている。ジャラマはさらに、自らがアムルサナーの孫であり、いずれ、モンゴル人を中国の支配から解放すると吹聴して回っていたと言う。その後、チベットからロシアへ向かう最中に、 中国の関係に交流された後、ジャラマは10年間行方不明となった。10年後、ジャラマは、ピョートル・クズミッチ・コズロフのチベット体験隊の案内人として姿を現したが、その後再び10年間姿を消した。1910年頃、ジャラマはカラシャールに現れたが、AV ブルドコフによれば、1910年のジャラマと1890年代の ジャラーマが同一人物であったかは疑わしいという。やがて1910年のジャラーマは西部モンゴルのホブド管区の住民から熱烈な指示を受け、モンゴル民族の半身独立闘争の英雄としての名声を高めた。1912年にはホブドにいた中国軍に戦線を布告してホブド解放戦の戦闘に立って戦い、重要な役割を果たした。しかし、 後のモンゴルでは、ジャラマが反革命分子として排除されたため、これらの功績は全く評価されていないばかりか、ホブド解放戦には参加していない上、外国のスパイであったような評価さえ見られるという。阪神独立運動で活躍した後、ジャラマは西部辺境平定軍司令官の地位を得て、事実上のホブド地区の支配者となったが、領地を急進的なロシア式の改革と、 残虐行為による恐怖政治で支配したため、住民の支持を失った。さらに、ロシアとの関係も悪化し、1914年にロシアのコサックに攻撃されて逮捕され、1918年までロシアのアストラハン地方で投獄された。ロシア革命で釈放された後、再び中央アジアに戻ったジャラマは、ゴビサバク中央部で盗賊活動を行い、 ラサでウンゲルンが送ってきた死者を全員殺害して、白軍とも対立することになる。ゴビ砂漠中央部に訓練された兵力を備えた強固な砦を建設し活動していたが、1922年に封建君主主義的民族主義者として、モンゴル新政府の差し向けた、ハルハモンゴル人の死角に殺害された。死後、彼の首は、ウリアス隊に運ばれ、バザールの広場で晒された。 連日多くの群衆が彼の首を見に訪れ、首はサガントルゴイという名で知られた。その後、ホルマリン付けにされた首は人手を渡って、行方不明になっていたが、後に、サンクトペテルブルクのクンストカメラに、ナンバー3394の番号で保管されたという。第8巻の、ノロアレシ銀パイプに、ジャラマと応募式、19世紀中頃に、ゴビ砂漠中央部で活躍した。 大盗賊のニセラマのエピソードが登場する。ただしこの話の中では、ニセラマは悪行の限りを尽くす彼に思い余ったダライラマが放った資格によって殺害されたということになっており、史実とは異なっている。中央アジアを冒険中のヘディンは、1930年代にジャラマの砦を訪問したことがある。その頃にはすでにジャラマは亡くなっており、ヘディンは、 ラムビン・ラマの盗賊の砦として、廃墟となった砦の写真とともに、砦の間取りの様子や、主が、ハルハモンゴル人に殺害されたことを伝えている。ありがとうございます。